はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、中央社会保険医療協議会はですね、14日にですね、白血病の治療薬であるキムリア点滴静注、点滴静注というのはですね、点滴静脈注射のことなんですよ。で、そのね、キムリア点滴静注の費用対効果評価に基づくね、価格調整後のね、薬価を了承して、キムリアはこの度ですね、値下げされることになりました。で、キムリアというのはですね、白血病に使われる薬としてね、2019年5月22日にですね、出てきたんですけどもね、これがね、実はね、抗がん剤ではないんですよ。キムリアはね、その発生したまたはその難治性のね、CD19 陽性の、B 細胞性急性リンパ芽球性、白血病の、BALL っていうんですけどね、それとかね、また再発または難治性のですね、CD19 陽性の微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫、DLBCL っていうのがあるんですけどね、それに用いられる再生医療等製品です。でキムリアによる治療はですね、 CRAT 療法、カーティ療法と呼ばれていてですね、遺伝子改変の技術を用いた全く新しい顔免疫細胞療法です。顔免疫細胞療法なので、抗がん剤のようにですね、そのまま癌細胞を破壊するわけではありません。ではどのような治療が行われるかと言いますとですね、まず患者さんの、ね、血液から免疫細胞の一つである T 細胞っていうのを、ね、取り出します。これに癌細胞を標的として攻撃するために設計された CRA CAR の、遺伝子を、ね、導入して CAR を作ることができる CAR-T 細胞っていうのに作り替えます。でこれを患者さんの体に戻せるように製造された製品がキムリアなんです。でこの CAR-T 細胞はですね、特定の抗原をね、発現するがん細胞を攻撃するように設計されたものでしてね、患者さんの体に戻すとですね、 CD19 と呼ばれるね、抗原を発現するね、 B 細胞性のね、腫瘍を認識して攻撃します。ほんで CAR-T 細胞っていうのはね、体の中で、ね、増えることができるためにですね、1回で治療が完了しますのでね、まあ継続的なね、こう投与っていうのはね、必要しないのでね、それが大きなね、特徴です。で、アメリカでのね、臨床試験でですね、走行率8割というね、まあ驚異的なね、成績をね、収めていてね、臨床試験においてもですね、高い有効性が確認されております。で、これまでね、治療が難しかった症例においてもですね、完全寛解を認められることもあってですね、まあ、今後期待される治療の方法なんでございますよ。で、そんなね、期待されてるキムリアなんですけどもね、まあ、やっぱ薬なのでね、やっぱりね、それなりに副作用が現れる可能性も報告されてるんです。で、まあその一般的なね、まあ医薬品ではね、まああまり耳にすることのない副作用もあるんですけどもね、キムリアがね、働く仕組みによってですね、サイトカイン放出症候群 CRS というのがね、出る可能性があると報告されています。キムリアの投与によってね、CAR-T 細胞やね、他の免疫細胞がね、活発になるとですね、サイトカインと呼ばれる、ね、物質がね、ブワーってね、放出されるんですよ。で、まあサイトカインというのはですね、主にね、免疫系細胞からね、分泌されるタンパク質のことでね、標的細胞の表面に存在するね、特異的受容体を介して、まあ、極めてね、微量でね、生理作用をね、示していってね、細胞の細胞の間のね、情報伝達をね、担う物質なんですよ。で、そのサイトカインが、大量に放出されるとですね、腫瘍細胞だけではなくね、まるでその抗がん剤のようにですね、正常な細胞までね、攻撃されてしまうことがあるんです。でその結果、もう様々な部位でね、その炎症反応が起こってしまってね、微熱、発疹、意識障害などのね、症状が現れてしまいます。で、さらにキムリアを投与することによってですね、重篤な、ね、神経系事象も、ね、見られる可能性も、ね、報告されています。でキムリアの投与後にですね、幻覚、錯覚、錯乱、意識障害などの、ね、その症状が現れることがあってですね、でこれらは、ね、その脳や、ね、その精神神経の、ね、不調によるものなんです。で精神神経状態はですね、サイトカイン放出症候群の、まあ、症状と同時にですね、またはそれが治った後に現れることがあります。で他にも、ね、まあ、意識がはっきりとしない状態で、ね、発症することが多いんですよ。でそして、ね、腫瘍崩壊症
症候群というね腫瘍が急速にね死滅していってね、腫瘍細胞の成分が血液中に流れます。でこれによってね血液中の酸性化、尿酸値の上昇、電解質のバランスの崩壊で腎臓からの尿のね酸性の減少などのね異常っていうのがね報告されていることがあります。で主な症状というのはねむくみとか尿の減少、呼吸困難、痙攣とか意識障害、不整脈、吐き気などがあります。でその他のね副作用としてはですね、赤血球のなるね血球成分がね減少したりですよ。で低またはムーガンマグロブリン血症がね現れたりします。ガンマグロブリン血症というのはですね、あの免疫細胞の一つであるね免疫グロブリンというのがあるんですよ。そのね低値やね欠如とかね、あとはまた他のね免疫細胞の一つであるリンパ球の中のね B 細胞の欠如をね特徴としてね、細胞のね外側にあるね胸膜っていうのがあるんですよ。でそこの胸膜に有する細菌によってですね反復性感染症を招くあの病気のことをガンマグロブリン血症と言います。でこれによってねその感染症にかかりやすくなってしまうだけではなくてですね、脳浮腫とかね、二次性悪性腫瘍やねその新たな血液の病気といったねその重篤な副作用が現れることもあるとされています。その他にですね筋肉痛とかね黄疸、動悸、息切れ、めまい、立ちくらみなどのね一般的な副作用も考えられます。でそんな数々の副作用がある中でですね、それに屈することをね恐れないほどのね、まあ、期待が膨らむこの素晴らしい白血病治療薬としてね彗星のように現れたキムリアがですよ、この度値下げされます。なんとね3411万3655円からですね3264万7761円ね薬価を引き下げられるということなんです。はい、ですね約150万円の値下げでございます。まあ、あの費用対効果評価のね比較対象となったことでね、これは7月1日からね適用されることになりました。でね、まあ3411万から3264万ってね、まあ、家を買う時にねちょっと負けてもらうとかじゃないんですからね、まあ、もっとさらっととは言いませんけどもね、まあ、手が届くほどにね下げてほしいもんですよね。でこのねあの2019年の5月22日にね薬価修正されたキムリアの価格というのはね、まあ、1患者あたりのね当時3349万3407円にね設定されました。これはね今もなお過去最高額のね薬としてね話題を呼んでいます。でキムリアというのはね個々の患者さんの細胞をもとに製造する製品なんですよ。まあ、そのためにですね治療にはね極めてねあの大きなコストがかかることからですね原価計算方式によって、ね、高額なね薬価が設定されています。まあ値段を聞いてね高い高いと言ってますけどもね、ちなみにアメリカではですね日本円に換算してね約ね6270万円、ドイツではですね約4128万円のね償還価格がね設定されていてですね、まあ、世界的に見てもですね高額な製品と知られているんですけどもね、まあ、世界に比べたらね日本はね安く設定されております。しかしねその費用対効果評価の対象にね選定されたことからですね、まあ効果に比べて高額ですよとね判断されたことでね、まあ価格が下がったということです。でそしてさらにねこのキムリアがもしね価格以上の効果とね判断されてたらばですね、さらにね効果になる可能性もあります。でもねキムリアによる治療っていうのはですね高額医療費制度のね適用がね認められているんです。あの高額医療費制度というのはですね治療による患者さんのね経済的負担をね減らすことを目的とした制度のことでね、あの医療機関とかね薬局の窓口でこう支払ったね医療費ってあるじゃないですか、あれの自己負担額がね所定の限度額をね超えた場合にはですね公的医療保険からね払い戻しを受けることができます。まあ自己負担のね限度額っていうのはね年齢とか所得によってね、まあ、区分されているので、あの個人差はありますけども、あの高額医療費制度がね適用されることでね経済的負担を減らすことが可能なんです。でこれにねキムリアも適用されてますのでね、もしね治療に疲れるのではね安心ですよね。まあね自分で決めることじゃないと思うんですけども、まあ、詳しくはね担当の先生とね相談してください。そんな感じでね約3400万円する白血病治療薬キムリアが、150万円ほど値下げされるよというお話でございました。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。